かすか、イカアナの村出身ちゃうかな。思い出話を聞いてやった、上から。で、この次が、今10時で、マニアに急がなければ次は。ちょ、私が方向音痴やけんさ、ちゃんと。どこや、マニア。まずマニアがわからん。行ったことありましたっけ、私。もうとりあえず、カーフェイのところがどこだ？カーフェイのところがここ。で、こっちってことか。多分この通りにあるんじゃないか。これか？違う？あった、マニア。やったよ、やったよ。あ、その前に銀行に預けとこうっと。この100ルピー。なんや、なんか妖怪な。ルピーを預ける。悪いけど、ちょっとよう体見せて。はいはい。あー、アイナさん。確か217ルピー預けてもらってるアンちゃんや。なんか体に刻まれた印によって、時を超えてこの人は、こういうことをわかるように。また預けてくれるんか？よっしゃ。で、ナンバーを付けてくれるん？ 100 でお願いします。はい。いやー、そんなにしてくれるんかいな。あんちゃん金持ちやな。キーキーにしてください。これであんちゃんから預かったのは全部で317ルピーや。またがっぽり稼いで預けに来てや。まあなんか、盗んだようなもんやけど、今回のは。今が11時。間に合う前で待っとけばいいんかな。空いてんの？空いてるな。どこから覗きよんやろ。カーフェイが覗きよる位置。よくわからんな。いらはい。今夜は売れるもんないな。なんか買い取りまひか？宝で買い取りますぜ。おー。なるほど、そういう感じの。おおきに、また寄ったってや。マニアのおじさん、団員手帳に書き込んだ。お、新キャラということですね。確かに、一回も見たことなかったな。さあ、とりあえずまだ何も起こってない。この、来た。あ、こいつあれや、あの時の。このイベントをちょっと、ねってば。話さしてよ。全然話せない。入ってった。こいつあれよね。誰やっけ。なんかスリじゃないか。おっそ。超おっそ。話もできんし。あ、イベント始まった。100やな。足元見てんなぁ。200。なんや、まだ下げてほしいんか。ほんまは爆弾屋で売るもんやろ。爆弾屋にチクるぞ。爆弾屋？わかった。それで手を打つよ。でも、おっちゃんも同罪だね。何売りに来たんやろ。アホ抜かせ。小林は善意の第三者や。わしは何も知らんのや。そっか。なんか言ったよね。何を売りに来たって言ったんやっけ。仮面か。え？爆弾屋？関係なくない？あれ？てか、売りに来るのは、幸せのお面屋じゃないの？ん？違うんか？こいつのこと、え？流れてきたから買う。困っとる人を助ける。慈善事業やボケ。まあ、確かにこいつもニコニコした顔はしてる。あ、わかったよ。じゃあお会計。ほな、50。確かに渡したで。50？ 100 じゃなかった？え？今100って。まら下げてほしいんか。結構です。ああ、余計なこと言ったから。親父足元見やがって。何が売られたん？君じゃなくてさ。マニアと話してんだよ、私は。おめえがいなくならないかマニアと話せねえじゃねえかよ。あ、出ていく？
いらはい。はい。売れるもんないんすか？今なんか買い取らなかった？ねえねえねえ。あ、同じ内容やった。でも次が、どれだ？次の昼までもう何もない感じ？ぽいな。あいつはどこ行ったんだ？どこに帰るんやろ。次の昼間までもう何もないんやったら、ついていこうかな。戻れんような場所に行かれたら、邪魔だよ。剣持ってます。はい、あざーす。いない。え、いない。なんであいつのことはあっさり通したんだ。まあ、確かにあれやな。こういうフィールド上を移動し、なんか今、影が見えた。敵か？確かにああいうフィールド上をさ、歩き寄るキャラクターを見たことはないんよね。キモ。動きキモ。邪魔しないで。旅の踊り子、ローザ姉妹、団員手帳に書き込んだ。あれ今まで、会ったことなかったんやっけ。今まで会ったことあったのはあれか。なんか広場みたいなところにおった。ジャグリングみたいなのにしよった奴らか。あれと勘違いしとった。次の昼間までやる。あ、待って。あ、なるほど、なるほど。ちょっと、時間軸通りに書いていただきたいな。イカアナ渓谷のサコンのアジト前に行く、次が。待って待って待って。どういうことだ？これが、朝の6時から夜の7時までの間。あ、これ、このサコンのアジト前っていうのが多分、一番最初にカフェの名前を知った、あの段階や、ここが。あの、サコンのアジト前で、あの、カフェが岩陰に隠れとった時の、あの段階に来たんやね、今。なるほど、なるほど。ないんやけど、サコンが帰ってくるのは午後7時。遅くとも午後6時半までにはカーフェイのところに行って一緒に待った方が。どういうこと？午後6時半までにカーフェイのと、カーフェイの家っていうことじゃなくて、あの岩陰に一緒に寄った方がいいってこと？午後6時半まで？待って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 。午後6時半までやけん。やっぱり先にあれか、時間軸あっとんかじゃ。朝6時から夜7時までやけど、次のその昼1時からのイベントに、までに街に戻ってこれんなるんやな。なるほど。昼1時頃からまたマニアでイベントがあるっぽい。兼、そこに備えよう。どれがマニアなんやった？あ、こっちか。そっか、サコンを追いかけてここに来たんよね。イカアナ渓谷ってどこやったっけ？もうちょっといろいろとわからねえ。イカアナ渓谷。どれや？なんか飛べる位置に、あ、イカアナの墓場がここにあるんか。あ、イカアナ渓谷もあるわ。じゃあ飛べるね。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケーオッケー。オッケーっす。じゃあここで私はとりあえず昼の1時頃まで待ちます。はい、来た。昼の1時。ってことでマニア。夜10時から空いてなくね。ちょっと待って。どういうこと、どういうこと。空いてないんですけど。昼の1時だよね。空いてなくない？マニアじゃなくてマニア裏部屋って書いとんな。マニア裏部屋。
がカーフェイと話したとこなんか。え、待って待って待って、おい待てよ。あ、まあでも一応このイベント自体が1時から22時って書いてるけん、まあ今でも大丈夫なのか。カフェがおるあそこってマニア裏部屋なんや。そういう、ここでのイベントで合ってます。とりあえずまだ一応1時台ですけど。おじさん、カフェがおらん、おじさんがおる、どういうこと。あん、君が緑の帽子くんか。わしな、カフェからこと使っとんのや。てかなんでおじさんはここにおるん。だってさ、カフェはここからマニアをね監視しよったわけで。大丈夫、気づいてない、このおじさん。怖いんやけど。カフェな、わしちっちゃい頃から知ってんねんけど、ガキの姿で現れた時はびっくりしたで。けどな、持ってたキータンのお面で一発で分かったんや。キータンのお面？何キータン？そのお面、大昔にまだちっこいカフェにわしがあげたお面やねん。ほうほうほう、可愛がっとったんやね。よかった、なんか、覗きよったことがバレて締め上げに来たんかと思った。そういうことではない。まだ大事に持っててくれたんやな。なんや、よう分かれへんけど、これお前にやるわ。何？あ、キツネ。キータンのお面、これがキータンのお面？なんでそのキータンのお面ってやらをいっぱい持ったん、この人。キータンのお面をもらったカフェの思い出の面だ。いつもかけとるやつやね。なんかよくわからないけどもらっておこう。確かになんかよくわからないけどやけど。カフェな、これをカフェのおかんに届けてほしい言ってたで。カフェのおかん、綺麗。母への速達を預かった。速達だから急いで配達してあげよう。ほうほうほう、急いで。でも、一応、これを渡すのが、どれだ？ 18 時からってことになるんか？ 18 時なんやけど、午後6時半までには、左近アジト前に行った方がいいよね？なるほど、まあ、まあまあまあ、体力の翼で飛べるけん、大丈夫か？大丈夫なんか？そういうことか？うんうん。カフェな、ゆうべ店に客が来てんけど、それ見てな、血相会で追いかけていきよったんや。店に客が来たというのは左近のことか？そいつ常連客でな、左近いうケチなスリや。あ、やっぱスリであっとんか。あ、これや、私が見逃した、あの、深夜のイベント。この爆弾屋の店員さんが、爆弾屋の店員さんが仕入れからの帰宅途中に、左近に大きなゴム袋を盗まれる。あ、やけんか、爆弾屋。なるほど、なるほど。確か、イカーナの村出身ちゃうかな。思い出話を聞いてやった、上から。団員手帳に書き込んだ。速達をことづかった。団員手帳に書き込んだ。うんうん。でも店にそいつが来たことを知っとるっていうのは、この人だけは覗かれることはもう分かっとる感じ。知らんけど、カフェの面かけても別に何も言ってくれない。ちょっと待って、もう一個もさ、その、あ、これか、キータンのお面しゃ。何も言ってくれん。このお面に何か意味はあるんだろうか。まあ、とりあえず速達。生きよったらちょうどそれぐらいの時間になる？そんなに時間かからんよね、街中移動するのに。でもポストマンでも数時間かかるよってげんな。カフェのお母さんっていうのは、カフェは町長の息子やったよね。ってことは、アポストマン。ねえねえねえ。何やっても何も反応してくれねえ。ってことは、町長の家に行きましょう。町長の家どこやった？ここの奥やったんやっけ？
たどり着くの普通に最後になったわ。ここやんね、町長の家。ちゃんと確認してから待っとこう。町長皇帝。オッケー。で、ここで、18時やけ6時と。カフェのお面をかぶっとかんといかんのか。オッケー。あ、で、さっきのやつ、多分アイテム欄にセットするよね。ちょ、今までの経験からちゃんと準備しておこう。で、6時まで待ちます。で、6時まで待って、6時半ぐらいには左近のアジト前に行った方がいいよね。でも7時に左近が帰ってくるのに6時半までには行った方がいいっていうのはどういうことなんやろ。なんかあるんかな、わからん。お、もうちょいやぞ。びっくりした。最後の夜、あと12時間。はい、6時になった。行こう。ちょ、待って、早く。早く。え、待って、これ町長の家よね。こっちか。こっちが母親の部屋やった気がする。え、おらんくね。あ、この奥もしかして。ん？なんか、あ、びっくりした。時間止まってねえわ。全然止まってねえわ。え、おらんねえけど、町長の部屋におる感じ？ねえ、ちょっと6時半なんですけど。待って、時の流れを遅くする。待って、時の流れを遅くする。私にスピード勝負は無理です。どれやっけ？これか。はい、遅くします。まあ一応でも7時にイサコンがアジトに帰ってくるわけやけん。まあ間に合うように6時半には行った方がいいよっていうことなんやろうと予想しとく。さっきまでいました？バイセン隊長。町長命令は絶対だ。それじゃあ門兵たちも待機ですか？待機だ、クソ。死ぬよ、逃げた方がいいって。待って、ちょっと母親は？だってなんとなくそうなっちゃったんだもん。武藤が嫁さん呼ぶって言うから。カーニバル続行。待って、そんなことどうでもいいんですよ。そんなことはどうでもいいんですよ。え、ねえ、母親はいないんだけど。え、マジで母親おらんくない？どこ？18時から6時までの間っていう風にはなっとるんやけど、うん、うん。この速達を渡すのがね、なっとんやけど、ただこのタイムスケジュール的にはもっと後の方なんよね。まあ、次の日の朝まで行けるけん、とりあえずもう、左近のアジト前に行った方がいいんか。じゃあ、そうしよう。待って。とりあえず、体力の翼、どれだ？どこやねん。あ、これか。下、左、上。よし。ってことで、下、左、上。で、イカアナ渓谷。やべえ、時間が。え、待って、ここからさ、ちょっと待って。位置はどこだ？ちょっと位置調べてから行くね。じゃないと時間がね、もう7時に帰ってくるんやろ？ちょいと待ってくれ。イカアナ渓谷。どこや？え、待って、イカアナ渓谷の、あの、右下らへんやな。待って、上がらせて。え、7時になった。ね、7時になったよ。ちょ、待ってくれ。やべえ、時間が。え、私今時間の流れ遅くしてます？遅くしてこれ？早くない？ちょっと待ってくれよ。
遅くしてる私。え、遅くしたはずよね。左近のアジトセキュリティは万全です。はぁ、いないよ。いないんですが。待って、いない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 。やっぱあれよね。ちょいと時間が過ぎたけん。もう多分、突入したってことやんね、カーフェ。なんてことだよ、おい。ここまで来て。いや、ということは、あれだわ。とりあえず、次回。次回、とりあえず、また、あれだ、もう、速達は、この、タイムテーブルに沿って、もうちょっと後で私に行くとして、先に、イカアナ渓谷にたどり着くようにしよう。ちょっと動画外で、もう一回、ここまで、運んでおきます。そういうことにします。ってことで、はい。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、これが一応メインクエストじゃなくってサブストーリーっていうことで、戦闘がなかったのがね、ここまで唯一の救いやね。まあ、とりあえず、時間経過で、またここまで、ちょっと持ってくるわ。やけん、とりあえず次回は、ここでカフェがおる状態で始めれたらいいなと思います。